手紙が増えすぎて自分の荷物は捨てていった。満たされた気持ちになってその実また空っぽだ。お金は多い方がいい、友達は多い方がいい、安心も多い方がいい。結局幸福とは何だ。必ず死ぬと書いて必死、夢の中と書いて夢中。まさに必死で夢中になって、僕らは季節を駆け抜けた。怪我ばっかりが増えたけれど、いてえと笑える仲間がいた。昔の自分に嫉妬するな、そいつが君の仮想敵だ。楽しけりゃ笑えばいいんだろう、悲しい時は泣いたらいいんだろう、虚しい時はどうすりゃいいの。教えて教えて、名残惜しさもなくさよなら。巡り巡り季節は沿ってない、それに何を期待すりゃいいの。教えて教えて、結局人間ってのは一つや二つの欠落はある。何かが足りないと思うか、何かが必要と思うか、最低限の荷物はある。僕にはこれで十分すぎる。もう一度僕はかけてみよう、で夢中にかけてみよう。今日が暮れて今日がやってくる、流れのままにとはいかないが、嫌なものを嫌と言ってたらこんな今日に流れ着いた。だから今日は記念日だ、戦った僕の記念日だ。ただ一つだけ問題がある、全くもって虚しい今日だ。楽しけりゃ笑えばいいんだろう、悲しい時は泣いたらいいんだろう、虚しい時はどうすりゃいいの。教えて教えて、名残惜しさもなくさよなら。愛した人や物はあってない、それに何を期待すりゃいいの。教えて教えて、される。楽になるか、泣くだけ泣いたら楽になるか、死にたいと言えば気持ちいいか、そこから踏み出したくはないか。どっかに忘れ物をしたよ、教室か母のお腹の中。恒久的な欠落を愛してこその幸福だ。楽しけりゃ笑えばいいんだろう、悲しい時は泣いたらいいんだろう、虚しい時はどうすりゃいいの。教えて教えて、暗いところからやってきて、暗いところへ帰っていくだけ、その間に何ができるの。教えて教えて。